夢は沖縄移住。はい、皆さんこんばんは。寒いです。前回ね、音楽雑誌はなんか電子書籍がないとか言って、まあ断言してたんですけど、まあコメントとかでね、あるわっつってね、100件ぐらいまあ来たり、まああといろんなところから、業界団体からこう、まあ圧力ありまして、ありましたね。あります。自分でも読んだことあって忘れてたんですけど、キーボードマガジンとか、なんか、うわ、見たことありますね。あと、ギターマガジンとか、ベースマガジンとかも、あります。電子書籍で。ただね、まあ、調べたんですけど、やっぱサブスクではないっす。サブスクでは読めない。まあ、読めるの1個だけあるんですけど、それは Kindle Unlimited。Kindle Unlimited ってちょっと言いにくいんで、普通に、まあ、禁案って言いますけど、禁案は読めますね。ベースマガジンだとか、キーボードマガジンだとか、ドラムとか。ただね、まあ高いじゃないですか、禁案って。1000円ぐらいするでしょ。990円とか。で、楽天ブックスとか、D マガジンってまあ400円台じゃないですか。そこでね、まあ、読めないと、まあ、あんまり意味ないかなと思って。Kindle って、まあ、使いづらいんですよね。一冊丸ごとダウンロードしないといけないんで、読みたいページだけ読めるってことができないんで、他の D マガジンとかとはまあできるんですけど。ということで、謝罪いたします。まあ、でもそう、ジャズ業界ですよね、闇があるのはね。ジャズの雑誌はないです。電子書籍は一切ないです。そこにまあちょっと闇をね、やっぱ感じざるを得ないっていうか。どうしてもね、ジャズをね普及させたくないっていう、まあ力を持った人たちがね、まあいるんじゃないかと。電子書籍にしちゃうと普及しちゃうんじゃないかっていうね、多分思いがあって、ね、わざと広めないようにしていると。